Thank you.
そしてこの時をずっとずっと待っていたカープファンの皆様、広島東洋カープセントラルリーグ3連覇を達成しました。3連覇を果たした今シーズンはついにスタジアムでリーグ優勝を達成することができました。それではただいまより2018年度セントラルリーグ選手権試合優勝監督インタビューを行います。広島東洋カープ緒方晃一監督です。チームが